今回で34回目を数えています。日本財団会長杯争奪、年忘れ今年もありがとう競争、6日間のロングシリーズ、その初日の戦いはいよいよ最終カードになります。12レース年忘れ選抜戦です。2号艇の白石がこの外に構えて6コースからどうしのいでいくか。スロー2艇にダッシュ4艇となりました。3角の形になったのが4号艇の吉川、インに構えたのが1号艇の稲田浩二です。12レース内から1番3番4番5番6番2番です。スタートしました。ちょっとバラついたスタート、インコース1号艇の稲田がトップスタートですが中へ込み、ダッシュからは6号艇の河野、しかし先手を取ったのは1号艇の稲田浩二。3号艇刺していく魚谷、バックセッチ入って2艇の一騎打ちか。先は1号艇の稲田に3号艇の魚谷が並んでいこうとする。なおスタートは前艇正常でした。2マークを目指していきまして、刺して届くか。3号艇の魚谷、1号艇の稲田浩二が刺していく。その内側からは2番5番が一気に接近ですが、上位体系は3番1番3一体系。2号艇の白石3番手、内からは4号艇が続く吉川、後方には6号艇と5号艇です。2周の1マークに入っていきまして、先頭は3号艇の魚谷智之です。2番手から追走は1号艇の稲田浩二、上位体系3番1番3一体系。3番手に4号艇吉川、内から2号艇の白石で、後方には6号艇と5号艇が続きます。インコースから見事なトップスタートを決めたのは1号艇の稲田でしたが、それを2コースから差し捉えていったのが3号艇魚谷。1号艇稲田惜しくも2番手追走となって、4号艇吉川が3番手、上位台形は3番1番4番で最終周回に入りました。